逃げられないぞ。あら坊や、まだ生きてたの？イザベラか。そういえばそう名乗っていたこともあったっけ。お前は一体何者だ。ナバールやローラントを占領して何をしようとしている。私は美獣黒の貴公子様にお仕えしている。くそ、イーグルの仇。物忘れが激しいようね。私を殺してもいいのかしら。死の首輪か。そうさ、ジェシカの命、私が死ねばどうなるんだっけ。皆さんのおかげで城を取り戻すことができました。本当にありがとう。でも、もうお父様は戻らない。仲間だったビルやベンまで、今やナバールは完全にイザベラ、いや美獣の手中に落ちたようだ。美獣、あの人が私の父と国を奪い、エリオットをさらわせた。絶対に許せない。リス、聞いてくれ。今あいつを倒せば、あいつに呪いをかけられたジェシカという女の子の命が危ないんだ。頼む、少しだけ時間をくれないか。マナの剣さえ手に入れればジェシカを救うことができるんだ。そのジェシカさんってホークアイの？いえ、何でもありません。わかりました。それに私たちも国を立て直さなければなりませんし。ありがとう、リス。ここもいつまた奴らが攻め返してくるかわからないぞ。一度は炎上して失われた城の防御もナバールによってほぼ修復されている。これなら我々だけでも大丈夫。もう同じ過ちは繰り返しません。我々にはもう眠り花粉は効きませんからの。またエリオット様も捜索隊を結成して探しに行かせますじゃ。リース様は城にお残りになって我々を導いてくだされ。リース様、エリオット様のことが気になるんですね。ここのことは我々に任せてお旅立ちください。リース様は我々アマゾネス軍の隊長。王子様が敵の手中にあると分かっていて城に留まることなどできるお方ではないことを承知しております。いいな、みんな。おう、ライザ、みんなありがとう。私は王国復活のため行方不明のエリオット王子を助け出してきます。それまでお願いね。リース様、お気をつけて。私は再びエリオットを探す旅に出ます。ここで別れましょう。いろいろとありがとうございました。リス、俺は私もう行かなくちゃ。さよなら、皆さんもお元気で。さあ、風の精霊も見つけたし、国王陛下に会いに一度フォルセナへ戻ろう。
なあ、パロを占拠していた連中はどうなったの？移住が去ったことで盗賊団の洗脳も解けているんじゃないかしら。そうか、それなら安心して。船に乗れるな、俺の親父も。すぐに倒して先に行く。いなくなった。次の戦いに備えよう。負けると分かっていて俺たちに挑んでくる。敵だ、逃がさない。この辺の敵は全滅させたようだな。敵が道を急いで進もう。手応えがなかったな。
お前らのせいで町はめちゃくちゃだ。おらおらおら、たわけものめ。ニキータ。うわあ、兄貴、助けて。ニキータ、俺が誰かわかるのか。よかった。皆さん、こいつもナバールのものですが、心を操られてどうすることもできなかったんです。許してやってください。この通りだ。お、おう。まあそうやって頭を下げられちゃ許さねえわけにもいかねえ。行こうぜ。に呪術で全員の心を操り始めたんにゃ。事前にそれに気づいて逆らおうとしたやつは美獣が召喚した悪魔によって皆殺しに。すでに呪いをかけられていたジェシカさんには新たな呪術がかからないせいか心を操られずに済んだにょですが、チカロウに入れられてしまい、あのチカロウ、兄貴が脱走してから壁が何重にも強化されてしまい、もうオイラにはどうすることもできにゃくなってしまったんにゃ。やがてオイラも心を操られ。そうか、ニキータ、お前はもうナバールには戻るな。危険すぎる。ううジェシカさんを守りにゃかったんだな。気にするな。ジェシカだけ心を操られずに牢屋に入れられているということは、美獣もすぐにはジェシカを殺すつもりはなさそうだ。俺たちは一刻も早く精霊たちを見つけてマナの剣を手に入れ、ジェシカの呪いを解く。ニキータはローラント城に事情を話してかくまってもらえ。はい、兄貴たちもお気をつけて。まだつかないのか。それにしても時間がかかりすぎる。もうとっくにバイゼルについててもおかしくない頃だ。うわっ、なんだ。
うわ、なんだよ、どうなってんだこりゃ。まずいなこりゃ。どうやらこの船、例の幽霊船なんじゃ。ちょっと待って。かすかに精霊の気配を感じるよ。でもなぜかとても弱いの。じゃあこの船に精霊がいるってこと？わからない。もうちょっと様子を見るしかないわね。何かいるよ、気をつけて。注意。そうにないぞ。そうだよ。こいつで。俺たちと出会ったこと。そうだよ。こいつで決める。そうだ。当然の勝利だな。喜ぶほどのことではない。
よ、注意して当然だ。今の戦い、俺一人でも。気を出せばこんな。注意しろ、敵中だ。当然の勝利。次の目的地に急ごう。邪魔者。なかなかの品だな。気に入った。敵が道を塞いでた。すぐに倒して先に進むぞ。問題なく勝てたな。この調子で行こう。
早く使いたい。目利きには自信あるんだぜ。なんだこりゃ、公開日誌。うへえ、気持ち悪い。こんにちは。どうも、私幽霊マニュアのマタロウと申します。とうとう念願の幽霊になることができました。十分満喫しましたので、そろそろ帰ります。この感動をあなたにも、さようなら。わわわ、おい、どうしたんだよ。待ってくれよ。なんじゃいこりゃ。死にたくねえ。まだ死にたくねえよ。うるさいわね。死んだわけじゃないわよ。落ち着いて。これはさっきの人に呪いを移されたのね。この呪いをかけられたら、別の誰かに呪いを移さないと一生この船から出られないよ。別の誰かって言っても、逃げたな。みんなひどいよ。どっちもどっちだと思うけどね。あなただって今一瞬仲間を犠牲にしようとか考えたんじゃないの？バレちまったか。とにかくこの呪いの元になるものはこの船のどこかにあるはずよ。それを残されたみんなで探しましょう。頼むよ。もし探すのが嫌になったらいつでも変わるから言ってくれ。この気持ち悪い船を二人で探索することになるとはな。呪いの元、早く見つけたい。こんなことなら船じゃなく泳げばよかった。
るい。これかな。過ぎて暴れ足りないぜ。彷徨える魂の船に。友達の呪い解いて、オイラたち解放して。方法は一つだけ。私を倒すことだ。やった。
よくぞ我が迷える魂を解放してくれた。喜んで力を貸そう。仲間の呪いも解けたであろう。おい待ってくれ、助かったよ。でもシェイドさんがここにいるということは、闇のマナストーンもこの船の中に？いや、闇のマナストーンは失われし石、もはや現世には存在しないだろう。かつて世界大戦が起こり、古の神獣以来世界が二度目の危機を迎えた時に、闇の力が増大し、闇のマナストーンだけ封印が解けてしまったのだ。では闇の神獣が、いかにも。大昔、人間たちは古代魔法と呼ばれる呪法によってマナストーンのエネルギーを平和に使う。やがて人々はエネルギーを奪い合うようになった。闇の魔物たちはここにつけ込み、世界を戦乱の渦へと巻き込んでいった。光の司祭、同じことを言っていた。ついに闇のマナストーンの封印が解け、神獣と闇の魔物たちに世界は滅亡寸前にまで荒廃した。それ以来マナストーンは失われ、住処をなくした我が魂はこうしてさまよえる幽霊船となり、長い時を後悔してきたのだ。その後闇の神獣はどうなったの？滅亡寸前で回避できたのはなぜ？わからない。なぜか忽然と闇の神獣は魔物たちと共に消えてしまった。それから長い年月が過ぎ、世界はよみがえった。だが闇の神獣は消えたわけではない。おそらくこの世界とは別の異世界で再びマナストーンに姿を変え、この世界のどこかに影を落としていることだろう。だとすると人間たちにはマナを減少させる方法がないのに、こんなにもマナが少なくなってしまったのには闇のマナストーンが関与している可能性があるわね。でもどうして？魂が解放された。この船が消えてしまう。聞け、そんなバカな。火山島仏火、あの様子じゃ噴火が近そうだぞ。なんとか早くこの島から脱出しなきゃ。